またこけてんのかよ。大丈夫か。いった。あら、曲がっちゃった。また包帯一つちゃんと負けない保健の先生なんている。うるさいわね。もう手当てしてやんないから。ああ嘘嘘。部活はアグレッシブなのに好きな人には奥手のヘタレもいるでしょ。なんで。だっていつも見てるじゃない、あの OB の桂木くんだっけ。だからなんでそれ。ゲビッサーさんよく来るから気にして見てたらさ、気づいちゃったのよね。もう同じそれつけてるし。へえ、そうなんだ。C 組のこの間もここでサボってた。竹谷ゆき、サボりじゃないよ、体調不良。漫画持って言っても説得力ないけどね。あら、そんな元気出たならもう大丈夫でしょう。早く帰りなさい。ここはあなたの家じゃないんだから。そんな、めぐねえ。めぐねえ先生の名前、めぐみだから。ちゃんとさくら先生って言いなさい。だって先生って感じしないんだもん。私たちと変わんないっていうか。こんなの持ってくるとかさ。何それ。ブーマちゃん勝手に名付けないでよ。ほら、保健室のベッドって殺風景だからうちから持ってきたの。子供っぽいでしょ。竹谷さんに言われたくありません。ほら帰った帰った。やだ、もうここに住む。バカなこと言ってないで。ほら、へいへい。じゃあね、めぐね。めぐねじゃない。いいんですか、ああいうのに浸らせて。あの子少し変わってるでしょ。いじめとかじゃないんだけど、周りからちょっとだけ浮いてるのよね。だからきっとここは彼女の避難所なのよ。へえ、先生案外生徒のことよく見てるんだね。案外って何よ。案外って手当て。ありがとう。じゃあね、めぐね。わざと言ってるでしょ。くるみ、じゃあね。くるみ、ファミレス寄ってく？今日は遠慮しとくわ。そっか、じゃあね。じゃあね。じゃあね。足大丈夫か？うん、平気平気。先輩！わほんとよく転ぶよな、くるみは。なんかすいません、付き合ってもらっちゃった。まあ俺がパンクさせたようなもんだし。でも初めてかもな、こういうの。ずっと部活で一緒だったのにさ。だって先輩いつも男子だけで帰ってたから。それな、 OB になると孤独だよな。浪人ですよね、大丈夫なんですか勉強。
お袋みたいなこと言うなよ。でも俺が部活に来てんのはさ、その親があんまりうるさいから逃げてきてんだ。避難所だ。え？そう、避難所。ほら、部活前からもう怪我したの？何？恋愛相談？直球！顔見たらわかるわよ。もうバレちゃったからぶっちゃけ相談。どうしたの？最近先輩と一緒に帰るようになったんだけどさ。ほら、へえ、そうなの。また盗み聞き。いいじゃん。それでそれで？話しにくいな。よかったじゃない、急展開。何が問題なの？いや、その、そっから先どうしていいか分かんなくて。好きって言っちゃえばいいじゃん。痛い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 。でもまあ、竹谷さんの言う通りかもね。え、告白ってこと？っていうか、恵比寿さんには言わないで後悔はしてほしくないって思う。頑張れ、くるみ。気やすく呼ぶな、ゆき。失礼します。先生、手が空いたら屋上来てもらえますか？野菜収穫していいか見てもらいたくて。はい、すぐ行くね。誰だっけ？同じ3年生じゃない、若狭優里さん、園芸部の部長。そっか、めぐね顧問だもんね。とにかく勇気出して頑張んなさい。うん、ありがとう。部活行ってくる。私も帰ろう。教室にカバン取りに行かなきゃ。じゃあね、めぐね。うん。くるみ、大丈夫だよ。ご飯にしよう。ゆきちゃんも手伝って。はい。おはよう。おはよう。で、並べて。うん。ホントリーさんってみんなのお母さんみたい。何言ってんの。そりゃ部長だし。つうか、ゆきが子供っぽすぎんだよ。くるみちゃんだって何それ、喋るでご飯食べんの。うるさい。学園生活もむばしくなんだよ。屋上の菜園の作業とか、あとほら、不良に絡まれた時の護身用にも。メグネ呼んでくるね。敵聞けよ。メグネ、ご飯だよ。ありがとう、ゆきちゃん。やっほーもう、行こう。おはよう。おはよう。
みんな元気に行きましょう。はーい。それじゃあいただきます。毎日お菓子食べられるっていいよね。ちゃんとお肉も食べなきゃダメよ。うん、最近お菓子ばっかだもんね。芋掘り？あー確かにそろそろ大きくなってる頃かな。それじゃあ今日の部活は収穫にしようか。やったお、いい感じ。野菜も順調。学校ってすごいよね。電気も水も野菜も作れるし、音楽室でしょ、図書室、放送室、何でも揃ってる。それを外で使いまくるってのが学園生活部だからね。そうね。ちょっと合宿を通じて学ぶっていう趣旨でしょ。あ、ほら一個だけいいでしょ、メグネ。これからちゃんと部長たちの言うこと聞ける？うん、聞く聞く。じゃあ許可します。やったー。めぐね甘すぎかよ。ゆきちゃん部室戻るよ。はーい。さらちゃん元気？おっす。今ね私たち合宿中。合宿？何それ。あーあれか、あの変なクラブ。そう、学園生活部超楽しいの。ゆき何それ。これお芋。そりゃ見ればわかるけどさ。屋上で収穫してたんだ。屋上に上がれるの園芸部と私たちだけだからね。いいでしょ。ゆき行くよ。はーい。から1階に降りて昇降口越えて北校舎の食堂まで。危険だよ。本当に行く？もう購買にも食料ないならしょうがないよね。ゆきは？メグ姉の授業を受けてるとこ。じゃあ今がチャンス。兄さん思いっきりやんないと倒せないからね。あいつら痛みも感じないんだから。うん、でもなるべく危険は避けてね。これでいいですか。このあたり重要ですよ。試験に出るかもよ。
大丈夫だよ、ちゃんと閉じ込められてる。うん、行こう。いつまで続けるんだろうね、こういうの。自衛隊とかがすぐ来てくれると思ったんだけどな。こっからが問題。行くよ。中にはいないみたい。きっとここも立てこもってたんだね。
うん、怪我はなし。大丈夫、噛まれてない。ごめんね、嫌な思いさせちゃって。2年生？2年 B 組、直樹美希。美希？美希くん。あ、私たちは3年生。この人が部長のリーさん。くるみちゃんでしょ？そして私、ゆき。それに、顧問のめぐね。以上、学園生活部。めぐねじゃなくてさくら先生。よろしくね。学園生活部？学校で暮らすっていう部活。はい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 。学園生活部心得。部員は合宿生活によって自主独立の精神を学び、みんなの模範となるべし。これマスコットキャラ、グーマちゃん。いつからマスコット？まあ詳しいことはおいおいね。でもよく一人で生き残う。ユキ、悪いけど新しいジャージ探してあげてくれる？ラジャー。さあ、行こう。北校舎に他に生き残りは？最初はみんなで食堂にいたんですけど。南校舎は半分安全だよ。ごめん、疲れてるよね。向こうに寝るところあるから少し休んで。着替えも用意しておくから。スパゲティだ。ゆきちゃんの大好物。座って座って。味付けは塩コショウだけだけどね。いただきます。そんながっつくなって。いいじゃん、新入部員歓迎会だもん。え、そうね、みんなで協力し合って楽しく頑張りましょう。どう？おいしい。ほら、こんぐらい上品に食べないと。おいしい。うん、みんな部活頑張ってるね。いい眺めでしょ。屋上だけじゃなくて、音楽室とか図書室とか、学園生活部ならいつでも使っていいんだよ。あの、私そのなんとかカラブン入るなんて言ってないんですけど。いいからいいから。放送室でも大きな音は出しちゃダメなんだって。あと、工事中のところも入っちゃダメだからね。バリケードのことですか？萌ちゃん、今ね、後輩にいろいろ案内してるところ。直樹美希ちゃん。そう、新入部員が入ったの。うん、2年生だって。ゆきちゃん早速美希ちゃんの面倒見てる。後輩ができて嬉しいんだよ、きっと。うまくやっていけるかな。ゆきちゃんのこと私もケアするから。うん、お願いね、めぐね。
ールとか持ってどうすんだろう。きっと生きてた時の記憶みたいのが残ってるんだよ。ゆきちゃんは？授業を受けてます。一人で。そう。どういうことですか？あれ、ゆきの中では事件は起こってないんだよ。は？学校は平和で先生も生徒もいっぱいいて、最初はたまにそんな風になる感じだったんだけど、ここ最近はずっと現実逃避ってレベルじゃないですよね。幼児代行っつうのかな。まあ、もともと子供っぽいけど。お願いなんだけど、当分の間あの子に会わせてくれない？先生や生徒がいるふりをしてあげるの。勝手な行動しないで。一人で歩き回ったり物を漁ったり、ここに閉じこもっててもしょうがないでしょ。今なら学校の周りのやつらも分散してるし、化け物だらけの中に飛び込むっていうの。生きてる人がきっといるはずです。だからその助けが来るまでここで生き延びるの。待ってても来なかったら。そういう話は散々したよ。でもテレビもネットも携帯もつながんないし、街の光もない。どこまでこんな状況か分かんないのに外に出るのは危険すぎる。中だって危険です。一緒に行きましょうよ。それに今の駅は連れて行けない。置いてくしかないです。え？足手まといになるなら生き残るためには置いていくしか。ちょっと来な。いい？私たち全員で協力したから生きてこれたんだよ。みんな一人だったら何もできなかった。私はずっと一人でやってきました。だからあのひどい格好だったんじゃないの？ あっちへ行こっか。めぐね、大丈夫、すぐ仲直りするよ。誰だって喧嘩することあるでしょ。まだ食料もあるし、ソーラーパネルも浄水装置も生きてる。バリケード広げたらもっと生活しやすくなるから。でもいつかは食料もなくなりますよね。もういいよ、じゃあ勝手に出てけば。くるみ、私は白場くぐってきたんです。食堂の中がどんなだったかなんて分かんないでしょ。ここでこんな髪も服もきれいにしてる人たちには。私たちだって最初からここでのんびり隠れてたわけじゃないから。事件が起きたあの日、私は園芸部でたまたま顧問のメグネーと一緒に屋上にいたの。その時下がなんか騒がしくて、何あれ、中庭を見たら大変なことになってて。くるみ、逃げろ。え？噛まれたらやばい、噛まれたらうつる。
みんな、どうしちゃったの？噛まれたの？危ない！ここはやばいよ！隠れるとこ探そう！さあ、かん！無理。私、ちょっと…しっかりして！立って！くるみ！何が何だか分からなかった。校庭もその向こうの町も。そのうちゆきちゃんや他の生徒が来て、下で何が起こってるかを叫んでた。竹谷さん、落ち着いて。大丈夫、大丈夫だから。先生、怪我したの？大丈夫？出した生徒たちはみんなやられて、私たちだけになった。それから、先輩、先輩しっかりして。その人から離れて、早く。残された私たちは必死でバリケードを作って生き延びてきた。でもユキちゃんの落ち込みようがひどくて。それでおかしくなったんですか？みんなを励ますためにメグ姉が作ったのがこの部活なの。学園生活部入る人。何？生活部？そう、これは合宿。みんなで学校に泊まってるの。合宿？毎日ここで寝て、自分たちでご飯作って、いろんな部活動をするの。部活楽しいでしょ？こんな時だからこそ楽しく生きようって言ったのもめぐね。今のゆきちゃんは自己防衛本能なのかもしれないけど、あの明るさに私たちはすごく救われてる。そんなのただお互い寄りかかってるだけじゃないですか。このまま自滅するの待つんですか？食べ物あの子リスクない、逃げることもしない。おまけに一人は気が変になってて、みんなで楽しいふりして何になるの？
まじめするの待つんですか。そうですよ、先輩は早く戻って。やだよ、せっかく一緒になったのに。学校戻ろ。学校なんてもうないでしょ。え、もうそういうのやめにしませんか。生徒がいるふりしたり、授業があるふりしたり。何のこと。もしかしてミキちゃんの仕業。集まってきてる。後でこっちに集めて。まさか。どれ、どの車。やばい。ねえ、みんなで仲直りする。しゃがんでて。行くよ。よーい、スタート。
よく頑張ったわ。なんとかなったけど、問題解決ってわけでもないんだ。わかってるよ。でも、この部活はあなたたちの自主性を重んじることが大事って思ってるから。はい、自分たちで頑張ります。ミキのやつ階段でへこんでるけど、行ってやった方がいいかな。そっとしとこ。こういう時って変に慰められると余計落ち込むもんだからさ。なるほどね、さすがリーサ。ユキちゃんはどうしてる？あ、山。学園生活部心得、部員はいかなる時も助け合い、楽しい学園生活を送るべし。先輩はどうしてそういつも笑ってられるんですか？私知ってるんだ。リーさんたちが時々私に隠れて喧嘩してたり、すごく暗い顔してたり。だったら私にできることはみんなを明るくすることかなって。学園生活部入ろ、みーくん。そのみーくんってのやめてくれません？いいじゃん。行くよ。ここを制圧できれば防災用の非常食や物資が手に入る。今までは私一人じゃどうしようもなくて、駐車場であいつら相手にしてるとこを見たけどさ、もうつまり二人でならできるんじゃ。昨日先輩が言ってたこと分かった気がしました。え？ユキさんに救われてるってこと。だからここで頑張ってみようと思います。ようこそ学園生活部へ。
ごいですね。あんなにバッタバッタ。私、知らない生徒とかならまだいいんです。でも、知ってる顔や友達だったりすると。無我夢中でやってきたからかな。あんま目とか見ないようにしてるし。先輩強いです。だって好きだった人のことも。すいません。リーさんからちょっと聞いちゃって。うん。さてと、死体片付けなきゃ。じゃーん。食料、医療品、生活用品、何でもござれ。さすが全校生徒分の備蓄。わー、これで当分何も心配ないわね。やっほー。ねえねえ見て、看板、大和にもーらい。あ、ずるい。サバもありますよ。大和には私の。痛い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 。ちょっと、まだたくさんあるでしょ。はい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 、私運ぶ。ちょっと積みすぎでしょそれ。階段は手で運ぶんだよ。大丈夫だよ。来週はミキに任せな。いいでしょ、メグネ。そうね。その代わり安全運転よ。はい、メグネ。レタよ、甘すぎ。じゃあユキ先輩、一緒に持ちましょう。オッケー。行くよ。アウト。ごめん。なんだかユキちゃん、ますます子供っぽくなってる気がする。まあいいんじゃん、ミキとも仲良さそうだし。そうだけど、本当にこのままでいいのかなって。やっぱりなんか食療法みたいなのが必要な。油断した。ダメ、下に行ってダメだよ先輩。くるみ、俺から離れろ。嫌だ。俺さ、一つ嘘ついてた。本当は前からくるみのこと気になっててさ、今も部活来てるのは。会いたかったからなんだよね。私だってまだ本当のこと
言ってなかったんだよ。言えないまま大丈夫。なんだけど。学祭って学園祭？そう、秋といえば学園祭。ちょっと
部員は折々の行事を大切にすべし。でしょ？ね、何やんの？ね、模擬店とか占いとか。私占い師。いいじゃん、やろ。やったー絶対楽しくなるよ。飾り付けもちゃんとやりたいですね。もちろん。ゆきちゃん、顧問に許可取らなくていいの？顧問？めぐね。そっか、じゃあ聞いてくるね。いいよ、私が行く。ねえめぐね、最近ゆきちゃんはめぐねがついてなくても平気みたい。ちょっとずつ回復してるのかも。みきちゃんももうすっかり学園生活部の一員。くるみと一緒に北校舎の方も安全にしてくれたんだよ。くるみもいつもと変わらないけど、まだ先輩のことは引きずってるみたい。それがちょっと心配かな。部長は大丈夫？私は大丈夫。うん、本当は怖くてしょうがないんだ。私たちこの先どうなるんだろうって。あなたたちはお互い自分にないいいところや強さを持ってる。だから全員が協力し合ったら怖いものなんてないよ。うん、そうだね、わかった。見て、夜景が綺麗。街がキラキラしてる。ほんと、私ずっとこのままでいたいな。卒業とかしたくない。いつかはしなきゃね。みんな、もし、いえ、卒業したらどうするんですか？進学か就職？大学行きたいな。女子大生って憧れるもん。私はスポーツ推薦で、将来はアスリートになる。なれますよ、先輩なら。みきちゃんは？私ももっと勉強しておきたいかな。じゃあみんなで進学しようよ。一緒に大学生になってめぐねえのとこに会いに来る。うちらが大学生か。そうしていつかは大人になるんだよね。どんな風になってんでしょうね、みんな。ね、これからもずっと友達でいようね。当たり前じゃん。まだだよ、目開けちゃダメだからね。はいはい。はい、いいよ。じゃーん、ハロー。すごいじゃない。占い喫茶スクールライブ開店。
活部。あれ、ちょっとみんな、アイドルじゃあるまいし、ドン引きです。直木美希さん、あなたの未来は輝いてます。どう輝いてるんですか？とにかく輝いてるんです。なんか適当に言ってません？ゆきちゃん、私は部長の将来はですね、綺麗なお嫁さん。本当に？本当です。嘘っぽいな。めぐ姉の未来はずっと私たちの顧問です。いいわよ。それ奴隷契約や。エビスターさん、あなたの未来は見えません。おい、何？火事？煙、一階かな。ゆきちゃん、離れないで。警報で興奮してる。
でこうなるのよ！なんで！先輩！だってもうどうしようもないじゃない、こんなの！ミキちゃん！あなた一人なら逃げられるでしょ？今なら間に合う。私のことはいいから置いてきませんよ、絶対。頑張ったよね。ね、みんな。めぐね。先輩。どうした、くるみ。先輩、来てくれたんだ。でも私、ここまでかも。何言ってんだよ。だってもう無理じゃん。俺さ、よく転ぶくるみを見てて好きになったんだ。転んでも全然へこたれないとことかさ。先輩、私もずっと先輩のことが好きだった。じゃあ両思いだな、俺たち。うん、やっと言えた。もうそれでいい。ダメだよ。くるみは生きてるんだ。諦めんな。転んでも立ち上がってきただろう。ありがとう先輩。私諦めない。
嘘。ユキは一緒じゃないの？そんな、絶対生きてる。メグ姉がついてんだから。ゆきちゃん、こっち。待って。ねえ、この先って。ダメだよ。分かってるでしょ。
めちゃダメだよ。リエさん、あとよろしくね。みんなをまとめて頼んだよ、部長。くるみ、二人を守って。いやだ、くるみならできるから、お願いね。みんな、私、みんなの先生になれてよかったよ。大丈夫だよ。屋上も倉庫も何もかも焼けちゃったね。電気系統も給水もおしゃか、やつらが燃え尽きてくれたのだけは良かったですけど。うん、やっぱり物質はいいね。お、見て夕日が綺麗。ぐーまちゃん、君のなくし物見つけたよ。はい。ああ、こんなに散らかしてたらメグ姉に叱られちゃうよ。先輩、ゆきちゃん、きれいにしなきゃ、きれいにしなきゃ。ゆきちゃん、
かけてごめんね。そんなことないよ。でも私みんながいてくれたから卒業しろってことかな。学校を出る時が来たのかも。卒業式やろ。メグ姉と学校に感謝してみんなで卒業式あげるの。賛成。私たちいよいよ卒業します。うん、おめでとう。だからこれが最後の報告。今までずっとそばにいてくれてありがとう。卒業式ちゃんと見守っててね。ただいまより私立巡りが丘学院高等学校卒業証書授与式を執り行います。一同起立。礼。開式の言葉。私たちは今日この私立巡りが丘学院高等学校を卒業します。過ぎ去っていった日々、懐かしい思い出が蘇ってきます。そして最後の思い出となる今日、私たちが愛したこの学校に感謝を込めて共に暮らした学園生活部の友達と一つになって忘れられない卒業式に行きたいと思います。着席。続いて卒業証書授与。竹谷由紀。はい、
でとう。ありがとう。直樹美希。はい。若狭優里。はい。恵比須沢くるみ。はい。さよなら、先輩。さくら先生の車。そう、いざとなったら使いなさいって。くるみちゃん、本当に運転大丈夫なの？めぐ姉に教わったからね。じゃあみんな、行くよ。出発！どこに向かってるんですか？とりあえずどっかの大学。大学？だって進学するんでしょ。そりゃまあそうだけど、私たちみたいな生き残りがいるかも。確かにそうですね。じゃあ決まり、やっほー。
より君に会いたい。どこにいたって君を見つけるよ。広いようでこの狭い世界、ありだけの勇気を振りかざして、I'm gonna tell ya Michael Cosmos。 日に日にますます膨らむ期待と不安が痛いよ。けど沈まぬ太陽、見たくメラメラ燃やす心の不満を、ひとりなむこと恐れず進めば必ず見える解決の糸口。出口のない道、迷っても立ち位置、分かればスタイル軽くなる心。日々日々挑戦、そこに焦点、まさに冒険。 Again and again、 世界中の誰より君